お待たせいたしましたそれでは定刻になりましたので本日のネオシリウスユーザーフォーラム2015第1部システムベンダーがブックトラックを作る真夏の山岳共同大作戦の発表の方をさせていただきます本日はようこそご来場くださいましたまずはじめに開催に先立ちまして主催者挨拶 ということで、私ども日本事務機株式会社事業推進本部ヘルスケア分教ソリューション事業推進部の部長。岡山よりご挨拶申し上げます。よろしくお願いします。えー、皆様こんにちは。えー。 私、あの、日本事務機で文教ソリューションの、あの、事業推進担当責任者をさせていただいております、岡山と申します。本日はですね、あの、お忙しい中、ネオシリウスユーザーフォーラム第一部の方にですね、えー、ご参加いただきまして、本当にありがとうございます。関係者を代表しまして、心からお礼を申し上げたいと思います。 私どもですね、まあ初めて、あのー、参加させていただいた方もいらっしゃいますので、会社の概要をこちらの方に出しておりますが、えっ、ー、と、大学のソリューションについてはですね、まあ30年前から、えー、着手をし始めまして、特にあの、大学の図書館ですね、こちらのソリューションにつきましては、まあ、15年前から、ネオシリウスといったものをですね、えー、引き継ぎまして、今、おかげさまでですね、70を超えるユーザー様を、やって、 え、やらさせていただいている、ようになりまして。で、北海道からですね、鹿児島まで今、え、お客様が、え、サポートさせていただいております。で、私どもですね、ネオシリス、まあ、あの、クラウド化を3年前にしまして、どんどんですね、新しい技術を取り込んでいきながら、えー、どんどん進化させていきたいと思っておりますが、今日は、 今日のセッションでですね、ちょっとシステムを離れて、えー、今年はですね、三学連携共同大作戦。で、まあ、我々のようなベンダーがですね、ブックトラックを作るの。ということで,ですね、えー、今日は一部でですね、今から十文字女子大のですね、まあ、石川先生、それからあの、え当然頑張っていただいたのは石川ゼミのね、生徒の横にいらっしゃる、えー、ごめんの皆様、それからあと木原様ということでやりましてですね、まあ、ちょうど、梅雨、 空の頃から、真夏の8月にですね、ブックトラックが完成しまして、まあこういったですね、まああのソリューション以外で何か大学とかですね、まあ研究機関の図書館関係者の皆様にお役立ちができるようなね、活動がしたいということで、まあ先生にもご相談をしてですね、やらさせていただきました。そのあの成果をですね、今日第一部フォーラムでご紹介をさせていただきたいと思っておりまし,おりまして、ぜひですね、今日はまあ初めてのチャレンジであります。 で、今からですね、ネオシリウスを、えー、これからお買い上げいただいたり、また買い直していただいたお客様には、このブックトラックをですね、ぜひ、あの、一台ずつ、あの、ご提供させていただきたいという、えー、発表もさせていただきまして、えー、これはあの、無償でございますんで、あの、ぜひですね、えー、ネオシリウスを、あの、ご引きにしていただければと思います。では、これから、あの、早速ですね、石川先生に、 バトンタッチをさせていただいて、えー、セッションを始めたいと思います。石川先生、どうぞよろしくお願いします。 え皆さんはじめまして、えー、十文字学園女子大学の、えー、と石川と申します。えー、今日はですね あのまあ、たくさんのフォーラムがある中ですね、まあ、こちらのフォーラムをお選びいただきまして本当にありがとうございますあの最初はまあブックトラックをテーマにするということでどのくらい集客があるのかっていう <laughs> ちょっと心配だったところなんですよもうほぼ満席に近いような形の方をお集めいただきました本当にありがとうございますで、えー、と私の方からはですね、えー、先ほど、えー、岡山部長様の方からもお話ありましたが、まあ、移動する図書館としての試みということで、えー、ブックトラック制作の,その意義という ということについてですね。ちょっとお話をさせていただければと思います。で、今回は、えー、日本事務機さん、えー、そして、えー、木原さんであの十文字の学生のもう3社でまあ、一緒になってまあ、ブックトラックを作ったというですね。そういう事例のえっ、ー、と報告となります。 それでですね、あ、お手元にあの私がお話しさせていただくえっ、ー、とプログラムまあ、簡単なレジュメがございますので、あのそちらとですね前のスライドを、えー、ちょっとご覧になっていただければとえー、と思っています。でえっ、ー、と最初になんですけれども、まあ、近年まあ図書館でですね、えー、例えばラーニングコモンズ、えー、やれ、えー、アクティブラーニングとかですね、まあやれ。えー 指定管理者のなんとか図書館具体的な名称は言いませんけども戦書がどうだとかですね図書館の建築がどうだとかですねもっと言うと電子書籍がどうだというのでまあ数々のフォーラムがこうたくさんある中にもかかわらずですね今回、日本事務機さんがブックトラックでフォーラムをやるという。 ここのなんていうんですかね、余裕というか、<laughs> 精神的なその気持ち、会社の社風と申しましょうか、そういうところも本当にこう表現されているなというのがえと思いました。システムベンダーさんがですねなんでブックトラックやるんですかということです。今日はですね、ああちょっとですねなぜそういうことをやるのかということも含めてえとお話をさせていただければと思いますま。しかもですね今日 この時間、同じ時刻にですね木原さんのフォーラムある。<laughs> <laughs> でえー、ということで木原正男さんに今日、ご登壇いただくわけですけども本当に大丈夫、はい 大丈夫ですかね。えー、この時間帯に向こうは200人の会場ですよね。認定師匠の会場もあって、えー、たまたまバッティングしたわけですよね。戦略的なことでもなく、あの、バッティングしたという、えー、ことなんですけども、えー、そういうような場にわざわざ、あの、お越しいただきましてありがとうございました。で、えっ、ー、と、今日の内容なんですけれども、まあ、このブックトラックというものをめぐってですね、で、私の方から、まあ、その目的とか背景とか意義というものを、えっ、ー、と、お話しさせていただきます。あの、今日は まあ私が主役ではなくて、えー、これから登壇される木原さん、えー、とか学生、えーと,えー、と武藤さんですね、の方があの主役になりますので、私はまあ最初の前座ということで、簡単にえとお話をさせていただければと思っています。そのっ、えー、と、木原正夫様からですね、まあ、ブックトラックとは何かとかですね、近年のまあそういう活用事例とか、えー、そのブックトラック作りの事例というのを少しですね、こうご紹介をいただければというふうに思います。 で、その後、えっ、ー、と、十文字の方の学生からですね、まあ、ブックトラック作りのこの紹介、えー、実際に、あの、ものを見ながらですね、あの、紹介をしていただく予定になっています。 で、最後に、えー、まで、えー、システムベンダーがブックトラックというテーマに勝手にしちゃったんですけども、武藤さんの方からですね、まあ日本事務機さん、まあ社内でのいろんな取り組みとか、えー、この後の活用ですね、今後の活用について少しですね、こうお話をいただこうというふうにですね、えー、と思います。まあ大体一人15分ぐらいずつ、え、お話をさせていただきまして、で、最後に、えっ、ー、と、質疑応答ということで、ブックトラックで質疑応答って一体何やるんだろうっていうこともあるんですけども、えっ、ー、と、その他に、まあちょっと そうした仕掛けもしていきたいなというふうにですね、えー、と思います。 であの最初になんですけども、まあ、十文字の学生とともにそのブックトラックを作ったということでじゃあ,あの十文字の,その司書課程の中で、えー、そのブックトラック作りというのはじゃあ一体どういう位置づけになっているのかっていうのをちょっと簡単にご紹介させていただければと思いますで私はあの、えー、と十文字の,です、ね、あの図書館司書課程の担当の教員を、えー、としておりますあのまあその師匠家庭のコンセプトとしては、まあ、授業をまあただですねこう座学でやっていくっていうことで なくてポイントとしてはその図書館作りっていうことをです、ね、図書館を作っていくっていうそういう実践的な え、ま、授業形態、えー、です、をやっています。と同時に図書館をこう考える、行うってこう書きましたけれども、ま、全人口のですね、中高の校訓でもあったんですが、えっ、ー、と、すでに与えられたものをそのままこう受け入れるんではなくて、あの、やはり物事を批判的にこう見ていくということが重要かなと思っています。すでにある既存のものですね、えー、とか、与えられたプログラムとかっていうものを批判的に読み取って、自分たちで主体的にこう変えていくっていうような、まあ、そういうような、え、ことを図書館を通して、 学んでいくというような、まあ、そういうコンセプトでえ考えています。 まあ例えば感じるというのでまあ図書館見学会とかあの大観山之内書店とか見学をあの土曜日の午後の書き入れ時にもかかわらずあの受け入れてくださいましてあの見学をあのさせてえといただきましたパシャパシャ写真を撮ってたらさすがに警備の方から言われていや、腕章をつけてるんですけどっていうのでまあいろいろありましたけれどもまあそういうえと図書館見学会をやりながらですねまあ,あとはえとポップを作ったりですねえ実際に展示物を作ってまあその自分たちでその図書館の特集コーナーを設営するということで で、これもですね、あの、ただ、自分たちの大学内でやるんじゃなくて、外部に出かけて行って、コーナーを作っていくとえ、当然、本も自分たちで選書していくというような、そういう活動もしています。まあ、あとは、えっ、ー、と、視聴者学を、えー、取っている社会人の方、特にまあ女子大なので、 え、その、師匠の資格を持っている企業に勤めていらっしゃる方とか、あとは卒業生で図書館に正規職員で就職されている方とかに来ていただき、あの、ま、転職とかですね、もありますし、え、その死者資格というのは、ま、どういう意味を持つのかっていうのをお話をしていただいています。ま、キャリア教育、え、ということですね。図書館とか師匠というのを口差しにしたキャリア教育というのも行っています。 で、あとはこれ、一昨年ですかね。あの、こちらのフォーラムの方でもご報告させていただいたんですが、使うということで、実際に、まあ、呪文字はですね、あの、ネオシリウスを使わせていただいているんですが、図書館システムを使った、えー、そのテクニカルサービスについて演習を行っています。まあ、本の受け入れから。 え、研修ですよね。で、コード値の設定とか、配角分の設定とか、あとは利用者登録をして、えー、貸し出しをするとかというような、そこのコ高度値ですよね。えー、そういうところをまあ実際にこう考えて、えー、ただその図書館システムに入力するのが目的ではなくて、何のために図書館システムを使ってるんだっていうものを授業の中で考えていってもらうというような、まあそういうコンセプトで、えー、え、諸課を運営しています。まあこういうような位置づけの中に、ブックトラック作りが、まああるというふうに ですね。お考えいただければという風に思います。これがなんか邪魔になってきましたね。<laughs> すいません。私なんかあと数分ぐらいしかなくなってしまいました。けども、喋りすぎましたね、えー、で、えっ、ー、としかもですね。えー、まあその。 十文字の大学内、まあ、たくさんの図書館員の方とか、学内の職員の方にもお力をいただいているんだ。それだけではなくて、外部の方にも、多大なるお力をえといただいています。え、いろんな方と一緒にですね、図書館を作っていくっていうのは、当然現場の図書館で全く同じことで、一館だけでは完結できないわけですし、図書館関係の企業さんとも一緒に図書館を作っていくっていうのは、まあ、どこの現場でも同じなんだろうなっていうふうにえと思っています。 それでですね、まあ、十文字の大学というのはどういう大学かというところなんですがこれがあの、えー、7月の,あの七夕の時にですね、えー、浴衣を着る日というのが1日ありまして。 ええー、私は文芸文化学科っていうところに所属してるんですが、まあ強制的に浴衣にあの着替えさせられまして、ええー、それでこう写真を撮ったという、まあこういうアットホームなあの大学です。まあこの浴衣を着ながら情報検索の演習をやるっていうですね、私はこんな風にしながらそ袖が大変な状態になったりとかしたり、コメントペーパーに目の保養になりましたみたいな感が書かれたりとかですね、そんなような、ええー、まあアットホームなあの大学です。 で、あともう一つ、これはあの、選挙運動をやらなくちゃいけないので、絶対にこれ言えろっていうことで言われているので、言わなくちゃいけないんですけども、あの、ま、ゆるキャラグランプリで、え、十文字の、え、図書館で、モックンというのが、えっと、あります。本の世界に潜る、え、ということですね。で、モグラの、え、モックンと。 いうこ,とですでこのポイントは、えー、と誰かが勝手に声の大きい人が一人で作ったんじゃなくて学内の公募をして157点集まってそれを学生ライブラリーサポーターの学生が選んでいったというそのプロセスに価値があるというふうに、えー、と思っていますもしよろしければ投票をよろしくお願いいたします式バージョンもあ,ありますよということですねというのでここから本題になっていくわけですけども えっと、ブックトラック作りは、実は今年度ではなくて、えっ、ー、と、昨年度から、えっ、ー、と、行って、えー、きました。で、昨年度、2014年度はですね、まあ、小家庭と、まあ、木原さんとの三学連携で、えっ、ー、と、2台、えっ、ー、と、作りました。これ、昨年度の実績です。で、モックンという、そのキャラクターができたんで、そのモックンに、こう、何かこう、表現をするというような位置づけで、こう、作っていったというのが、えっ、ー、と、ございます。 で、昨年のこのピンク色と、えっ、ー、と、青のですね、このブックトラックを作りました。で、あの、昨年初めてあったので、あの、毎回木原さんにわざわざですね、武蔵野線の新座駅から徒歩7分のですね、田舎の大学までですね、お越しいただいて、まあ、その後懇親会もやるわけですけども、えっ、ー、と、マグネットですね、もっくんの胃腸とか桜とか季節で変えられるようにするとか、またホワイトボードをここにつけて、メッセージを自分たちで書けるような、そういう工夫をですね、えっ、ー、と、したのが、えっ、ー、と、昨年という いうことになります。で、えっ、ー、と今日これからお話するのが今年度の実績ということになります。で、今年度はまああの昨年2台作ってですね、まあ結構評判が良かったので、まあ、ちょっと調子に乗りまして、えっ、ー、と3台制作しようと。で、これも実はあのこれ録音してるんですよね。 中継されてるんですが、ああ、これまずいね。えっ、ー、と、予算申請で、あの結構予算がですね、なかなか、あの、降りるのが時間がかかりまして、なかなかあの、その三角連携でやっていくっていうことが、スタートが切れなかったっていうのがあったんですが、まあ三台、なんとか予算を、えー、確保することができまして、で、今回もっくんだけではなくて、まあ十文字のキャラクターのプラスちゃん、 10月10日が誕生日、十文字の十にかけてですね、これまでいるキャラあの、図書館キャラクターグランプリに出てます、であとあの新座市の雑木林ですね、えーですで、こちら観光推進協会、観光協会の職員の方にも力をいただいて、この雑木林もブックトラックの方に載せようというので、まあ、そういう地域で動く、その、まあ、ブックトラックというようなコンセプトで、今回はこの3台作ったと。 えー、いうことになりますでこれ以外に、えー、実はですね日本事務機さんからの,そのご依頼でその学生のアイディアを生かしたブックトラックをぜひ1台作ってほしいと。 いう、えっと、依頼がありました。で、これもあの昨年のブックトラックをですね、ご覧になって、え渡辺さんと武藤さんが研究室の方にお越しになりまして、え実はこういうことをお願いできませんでしょうか、と、えいうふうにこうおっしゃって、で、私はもうすぐ、はい、わかりました。ぜひやりましょう、と、えいうような流れで、えこの1台制作したということで、で、え今年度は4台、えブックトラックを作ったということになります。 まあここまでが簡単なプロセスということです。で、ここからがさらに本題に入っていくわけですけど、えっ、ー、と、ブックトラックをじゃあ作って、ああ、よかったよかった、みんなすごいねというので、まあ、ブックトラックがその作ることっていうことがもう目的ではないということですよね。えっ、ー、と、何のためにそのブックドラッグ作りをこれ、やるのか。 っていうそこをきちっとですね、えー、基盤がないとこういうまあブックトラック作りというものはできないんじゃないかというふうに、えー、と思っています作ることが目的でもないしただ、そのなんていうんですかね目立ちたいから作っているということが目的ではないということですでそのですね、まあ、ブックトラック政策の意義と、まあ、目的をですねちょっと3つ、えー、と述べさせていただきたいと思います。 1つがです、ねえー、とその移動する図書館としてのブックトラックという位置づけでございます。 あの、日本の戦後の移動図書館の歴史を見ていきますと、えっ、ー、と、歴史的には1948年の高知県立図書館の自動車文庫が日本で一番早かったということになっています。えー、ただ、実質的には1949年の9月の14日に始まった、えー、千葉県立図書館の訪問図書館光というもののその活動方式、えー、自動車に書家を、えー、開花式の書家があって、えー、個人化者詞ができて、 えー、2週間に1回のステーションでこう回っていくという、ですねで、えー、そこのステーションにはだいたい40分ぐらいの停車するという、そのスタイルは、まあ、今の移動図書館社の方法とまあほぼ近いような形になっています。まあ、こういうようなスタイルが全国各地にこう広がったわけですね。移動図書館という ということですね。で、1965年の、えっ、ー、と、日野市立のひまわり号という、またその活動の中で、まあ、その公共図書館のこう変革ということに、こう、つながっていったということですね。貸し出しの重視、前期サービス。で、特に児童への、あの、サービスを重視していくというですね、そういうポイントが広がっていった。まあ、その移動図書館っていうのを見ると、車の中に、えぇ、ー、当時の図書館の考え方とか、サービスの哲学というものが、具現されているわけですよね。個人貸し出しであったり、書家の公開であったり、児童サービスだったり。 ということがこう公開され、あの、体現されているというのが、こう、わかると思います。で、その、ま、移動図書館者の台数を、え戦後ずっとこう見ていくとですね、まあ、実は最近、ほぼ横ばいの台数に、ええとなっています。で、ただ、移動図書館者が利用が減ってる減ってるっていうことなんですが、貸し出し冊数が猛烈に減っているわけです。えっ、ー、と、移動図書館者の台数のピークと貸し出し冊数のピークの山が、ま、ずれているわけですよね。この、えっと、赤い線がですね、えっ、ー、と、貸し出し冊数の ピークの線ですね移動図書館者数が伸びているのに貸し出し数は減っているいう時代がこうあったわけです、まあ、そういうようなこう状況がこうあるということですで今の移動図書館者のサービスというのは、えー、と日野立図書館であったり,、まあ、ひりあ光合の貸し出し方法の方式が、まあ、特にあまり変化もなく、えー、ずっと行われているというのが実態なんじゃないかなというふうにこう思うわけです これですね。手法が今の、えー、移動図書館者は過去の移動図書館者の,の活動方式と同じなんじゃないかということですよね。で、もっと言うと、移動図書館者の活動っていうのは移動図書館の活動の一部であるということですね。図書館が移動するっていうことなんで、例えば緑院図書館であったりとか、えー、戦後直後、青梅の方でリアカーで移動した図書館もありますよね、えー。そういうことで自動車で移動するっていうのはそのうちの一部なわけです。そうすると、 ブックトラックというのは、えー、キャスターがついていますね。まあ、安易な発想ですけども。<laughs> あの、キャスターがついてる。えー、で、移動する可能性があるわけです。本を積んで移動できる可能性があるということですね。で、もう一つは、まあ、館を出る社会システムとこう書いたわけですけど、図書館っていうのは、えー、図書館人言わせると、言わせるとですね、やっぱりこう、館ではないということですよね。図書館というのは社会システムですとこう言います、言うわけです。そうすると、まあ、図書館員の職場というのはどこなのか、図書館のサービスポイントというのはど どこなのかとこう考えたときに、やっぱり館を出てこうサービスしていく、でそう考えたときにです、ねえー、ブックトラックというのは、移動図書館のです、ねまあ、一つの活動の方法になるんじゃないのかというのが、まず、ブックトラック政策のまあ目的であったり、意義の一つであります。ちょっと長くなりましたね、ちょっと熱く話しすぎてますね、すいません。えっ、ーえー、と、ブックトラックとか移動図書館でこう話すのは、ちょっと私、初めてなんで、ちょっとあの熱くなってしまうです、ずっと温めたものがたくさんあるので,です、ね話、話が長くなってしまうんですが、 えー、二つ目が、えー、プロセスを重視するブックトラック作りというものです。端的に言ってしまうと、えー、と。 これも録音してるからちょっとあれですね、なかなか言いにくいところもありますけど、例えばまあ大人の事情で勝手に作られた教育プログラムに、ね、学生がですね、そこで学んで、じゃあそこで主体性を身につけてくださいって言っても、果たして身につくかどうかっていうことなんです。最近アウトカムズとかですね、社会人基礎力とかコンピテンシーとか、いろいろあるわけですよで。その教育プログラムをやはり与えられた業務とか仕事の範囲外のところで自主的に作られた教育プログラムもあって、そこに学生が参加することによって学生はさらにこう主体的 ななっていいいくんじゃないかとうううふうにこう思うわけですよね、えー、ともっと言うとそのアウトカムズというものが今重視されていますがじゃあそれをどうやって身につけていくのかっていうようなこともこれ大きな課題になっているんじゃないかなというふうに、えー、と思いますで、えー、とそういう観点で考えていくとですねブックトラックっていうのはその既製品としてのブックトラックです私,私も現場にいましたので、えー、当たり前のように水と空気と同じようにですね本を積んで廃貨をしていくわけですよでそれがもう与えられていたわけです えー、使用方法とか使用目的がもう与えられていたわけですねだけどそのブックドラッグっていうものをですね教材という観点で考えていくとじゃあどうなるんですかという話ですね使用方法とか使用目的を自分たちで作っていくということが できるわけです。で、これは何も、ブックトラックだけじゃなくて、え例えば、木原さんが販売されている用品も同じことが言えるかもしれない。えー、当たり前のように使っているものが、えー、教材としての観点を、こう、見ていくと、えー、別の使用方法であったり、使用目的をこう作ることができるんじゃないのかな、というふうに、えー、と思います。 で、今回このブックトラック作りってこう入っているっていうのは、えー、もう一つ何があるかっていうと、その、1970年代、60年代から70年代、図書館作り住民運動っていうのがここあったと思います。で、そこの図書館作り運動の中で、住民たちが図書館について学んだわけですね。で、学んだことを図書館員と一、 図書館員の方と一緒に図書館を作っていったというプロセスがあるわけです図書館員も住民の方から学んでいった、えー、住民も図書館員の方から学びで建築家設計者の皆さんも住民とか図書館員から学んでいったとっいうそういう,です、ね、こうスパイラルがあったわけですで今回もこのブックトラック作りというのは、えー、今回木原さんにも入っていただいたり学生にも入り日本事務機んも入りということでこのブックトラック作りのプロセスの中からこういろんなこの学びが生まれていくというようなこともこう念頭に、えー、と置いていました。 ま図書館の現場というのは正しい答えがないわけですよ、1たす1は2ではないわけです、自分がやりたい仕事ができるわけではないわけですね、そういうところをこのブックトラック作りの中から泥臭くです、ね、制度の壁だったり、予算の乏しさだったり、そういうことを乗り越える創造性をこう身につけることができるというようなことを念頭にこう作っていったというのが2点目でございます。 で、えー、と3点目がですね、えー、とプロセスを超えてですね、まあ、メッセージ性によるこのエンパワーメントへというふうにですねこれを書きましたあのメッセージ性というのはどういうことかというと例えば移動図書館車,車を見たときにやっぱり図書館人とか本が好きな方であればそれに引き寄せられる。 わけですよね私もあの各地の移動図書館を見学させていただいて同乗させていただきましたけど車に乗っているとです、ね、子どもたちが指さすんですね、こうやってああみたいな感じです横断歩道を渡っているあそうか私今この車に乗っているんだとうう思うわけですよミフィの絵が描かれている移動図書館社にやっぱりあの車があの通るとみんながこう子どもたちが引き寄せられて公園で,砂,で砂場で遊んでいる子も立ち上がって見るわけですよね。ということを考えるとじゃあ、ブックトラックのメッセージ性というのは一体何なのかということになろうと思います。 えとこれをもっと考えていくと、その思いが込められたプロセス、先ほど言ったいろんな方が主体的にこう学ぶそのプロセス、えー、ブックトラックを作っていたプロセスが、えーまあ、思いが込められているわけです、でそれがさらにです、ね、いろんな関係者をこう巻き込んでいくということにつながるんだろうというふうにこう思うわけです。 ええと、例えばですね、学生同士で口コミで広がったりとか、学内の教職員もですね、ええー、と、十文字のですね、学内の、えー、職員、若手の職員が作るニュースレターに取り上げていただいたりとか、ええー、もっと言うと、あの、日本事務機んの社員ので動画を作っていただいたりとか、こう、いろいろですね、こう広がっていくというのが一つあるんだろうと思います。 2つ目がです、ね、ここが重要なんですが、その思いが込められたものが移動していくということは一体どういうことを意味しているのか、とということです、えー、とブックトラックはこういうふうに使ったほうがいいんじゃないかとかこういうふうなデザインで作りましたという、まあ、今回、学生が作りましたけど学生たちの思いが込められたものですね、まあ、木原さんとか日本人未来さんの思いが込められたものが各地を移動していく、でそれはどういうことなのかというといわば思いを運んでいくということなんだろうというふうにこう思うわけです。さらにはその ブッッククトラック作りの思いを各地にこうつないでいくっていうことにもこうつながるんだろうというふうにですね、えー、と思っていますで昨年までの実績なんですが、えー、と例えば新座高校の図書館あにも持っていきましたし、えー、新座市立中央図書館さんにも持っていきました紀ノ国屋書店さんあの、えー、埼玉新都心店さんにも、えー、とお持ちしたり、えーあのー、しました、えー、埼玉県の男女共同参画センターさんにもお持ちをしましたでこういうブックトラックがあることによってその地域での,その図書館のつながりができるということ とですよね、えー。ただ人とのつな、えー、がりとかただ単なるその飲み会でのつながりとかそういうんではなくて、えー、学生たちが学んだ成果をそこで発表する現場で発表するで現場で発表したことを現場の職員の皆さんがさらにも吸収して実践を、えー、よくしていくということにこうつながっていくんじゃないのかなというふうにですね、えー、と思っています。でそこからまあブックトラック作り、まあブックトラックがこうできていくことによって、こう三角型の図書館作り、えー、さらにはその図書館を作っていくというですね、こう主体性 市民の方とか、都市会員の方の主体性というものがこう育まれていくんじゃないのかということです、まあ、こういうことをまあ3点を念頭にです、ね、まあ、ブックトラック作りをえとやってまいりました、ちょっと早口になりました。ということで、私の方からはです、ね、この目的、意義、背景というものをお話をさせていただきました、では続いてです、ね、えー、と木原さんのほうから、ブックトラックとはということで、えー、とお話をいただきたいと思います。すいいままません早口になりりししたたごご清聴ありがとうございました えは、ー、じめまして、えー、キアラ株式会社の、えー、マーケティング部、えー、次長をやらせてもらってます、えー、木原と申します。えっ、ー、と、ちょっと僕もですね、実は、図書館総合店でこうやって喋るのは初めてでして、あの、今日は、あの、うちの新人をちょっと連れてきたんですけど、こんな緊張している自分を見られるのはちょっと恥ずかしいです。<laughs> えっと、石川先生のようにですね、うまく喋れないんですけど、頑張って、えっ、ー、と、喋りたいと思いますので、よろしくお願いします。えっ、ー、と、 とりあえずですね、えー、僕の方からはブックトラックについてということで、まず簡単な形でちょっと会社の概要をちょっとご説明できればと思います。えっ、ー、と、コンセプトは、えー、今年で101年になりました。で、100年を超えた時点でですね、何か社長と新しいことをやろうと、次の100年を目指して何かできないかということで、えー、やっております。で、えっ、ー、と、これは昔の、えー、僕の祖父である、まあおじいちゃんですね。えー、今日はですね、 えー、元が、うちはですね、あのー、まあ、家具、えー、木原さんって言うと家具用品って言ってたんですけど、元は製本です。えー、僕のおじいちゃんなんで、えー、今日はですね、あの、じっちゃんの名にかけて、えー、閉じらないように頑張りたいと、えー、思っております。え <laughs>、で、うちの会社はですね、あのー、物一言ということで、つなぐ形でですね、えー、いろんな方面で、えー、事業を展開しております。 開発の方面を主に僕の方でやらせて,てもらってます、あとはあの設計の方ですね、よくあの何々図書館ができたっていったときには図面とかをうちの部署の方で書いて、それを最後まで納めると。 いうようよな仕事もやっていますあとですねあの社会貢献活動とか、えー、ここら辺は今あの会社さんではよくやってるようなことをですねやって図書館界をもう全体的に盛り上げてるというような形で、えー、商売をさせていただいております。で最近のちちょょっっとと、えー、事例をですねちょっと 出したいいと思います、えー、この間新聞でも話題になってしまったあの明大の、えー、泉図書館さんやらせていただきましたあとはあの埼玉県だと飯能私立図書館、えー、ここぜひ行ってくださいあの木がすごいきれいなところでですねあの本当えー、恵まれた環境で <laughs> あるなと。えー、本当僕もですね、この近くに住みたくなるぐらい図書館があることによってそこに住みたいなっていうふうに思った、えー、図書館でもありますで。あとは山梨県立図書館、うん。ここも本当素晴らしいです。えー、本当見に行ってですね、これが本当に県立かと、えー、思うぐらい、えー、あのあ、新しいなんか県立を見たなと、えー、感じました。で、あとは学校図書館の方もやらさせております。えー やっております。えー、学校の図書館の方からは、ですね、えー、毎回のように木原さんの家具は高い、高いと、えー、言われまして、えー、いや、そんなことないですよと <laughs> あの、えー、いうふうに言ってます、ただ、収まった後は必ず言われるのは、ですね、木原さんを選んでよかったなって言われてます、えー、それはですね、うちにいる、えー、100名の社員、えー、営業がですねあの、収まってからでもですね、足を運んでやってるからだと、えー、思っております。 とんとん行かないとあと芝町ですねここでは開発商品であるグラッパっていう免震装置を収めさせていただきましたここら辺はですねグッドデザインも取っててこれから地震絶対東京にありますんでぜひこういった商品を入れていただければとあと IC ソリューションの方もやらさせてやっておりますまあほとんどすいませんあの えー、CM になってしまって申し訳ないです。でどん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 ちょっとここら辺は割愛させていただきます。小さなものから大きなものまで。あと今年総合展、ブックバディの方でですね。あのー 図書館グッズっていうことでやってますあの決してこれふざけてるわけではなくてですねあの図書館員さんと一緒にコミュニケーションを取りながら、えー、図書館っていうものを何なのかってあの楽しいところだよっていうことで、えー、一般市場に向けてこれを売ってる商品です、えー、それなので、えー、ぜひ、えー、買ってですね戻って、えー、皆さんにちょっと紹介していただけたらと思いますそれではブックトラックについて <laughs> 話したいと思います、えー、もうわかると思うんですけどブックトラック、えー、うちのブックトラックはですねあ頑丈で でしっかりと金坑台の方で、えー、実験もいろいろやっております、えー、よく地震があるとです、ね、転ぶんじゃねえかとかそういう話もありますが、えー、基本的にはキャスターが、えー、力を抜いてくれるので、あのー、倒れるようなことはありません。 えー、それとですね、一番うちの、えー、大きな特徴としては、豊富なラインナップ、えー、数が21種類あります、えー。こんなに必要なのかって思うんですけれども、えー、っと、あの、やはりですね、用途に伴って、えー、タイプを変えてっています。 それと、えー、まあ、いろんな使い方ですね。ここら辺は今まで従来通りで、えー、で、で、えっ、ー、と、なんで、えー、これを石川先生とやり始めたかっていうのが、このブックトラックミニっていうのが出始めてからです。えー、価格がですね、やはり安くなったっていうことと非常に、えー、コンパクトになった。えー、まあ、サイズ比べてみてもこんだけちっちゃいと、えー、そうすると移動しやすいというところが、えー、特徴だと思います。で、それにですね、カッティングシートをつけて、えっ、ー、と、 あの今まで台車だったブックトラックをプロダクト化しようよと。 いうような形です。え、それが、え、ブックトラックプラスです。まあ、これはセーブ MLK さんの、え、ものを作った時のものなんですけども、え、カッティングシートで、え、横、横の、え、ところに、え、ほんカッティングシートを貼ってですね、え、コミュニケーションを取るというような形です。本当は企業さんとかに CM を、で、広告費もらってこようかなと思って、で、図書館さんに、え、半値で売るというような仕組み作りを考えてたんですけど、なかなかできないんで、え、ぜひ、木の国屋さん、あの、もし、 でえー、協力できるよなお願いしたいなと思っております。えー、それではコラボレーション事例です。えー、すいません、バタバタ言っちゃって。まあ、えー、まあ最近ゆるキャラ2、3年前からこれ、えー、ゆるキャラゆるキャラとなりまして、一応焼いたんとか、あと、 まあ、いろんなワンコ兄弟とか、結び丸、えー、こういったところですね。で、で、一番下のくまモン、これはですね、僕も新宿の図書館さんの方に、えー、プライベートで行った時に、えー、児童コーナーの人がですね、ちょうど初夏の間をくまモンのブックトラックを押しながら、こう動いてったっていうシーンを見た時には、非常に笑ってしまいましたね。あの、先ほど石川先生も言ってたんですけど、やっぱり子供がこう見るっていう、あの、その、えー、メッセージ性はやはり強い 良いいなと思いますそれとあと漫画のユニットで漫画ナイトさんというのが今、えー、一緒にやってます、えー、と山内さんというデザイナーさんの、えー、漫画コーディネーターの方なんですけれども、えー、ブックトラック漫画ラックっていうのを作ってですねもっと漫画を図書館や、えー、世界に広げていこうというような、えー、プロダクトです。 で、その中でもやはり、そえー、やってるうちにですね、やはり日本財団さんが、これも学習漫画だっていうことに、えー、大変なことになってしまって、楽天ブックスさんとか、ツタヤさんも入ってきちゃって、で、うち何をやったかっていうと、単にブックトラックを提供しただけだっていう、それなのに一緒になんか、あの、入っちゃってます。えっ、ー、と、それで、こういうことをやることによって、どん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 ですね、えっ、ー、と、つながり、広がりがあって、えっ、ー、と、書感、やっぱり漫画っていうのはやっぱり、 入れづらいですよね。それなんで入れづらいかっていうと、図書館員さんが漫画のことを分かってないからだと。で、そういう意味では、あの、漫画っていうのは日本のカルチャーであり、世界に発信していかなきゃいけないものだという熱い思いがやっぱり山内さん、漫画ナイトさんの方にもありまして、えー、これをブックトラックを使ってどん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 世界に広めてってやろうっていうことで、こういうような、えー、ことで僕も呼ばれてやっております。 で、あとデザイナーさんのコラボで、えー、これは、えー、ブックパンケーキっていう、えー、くもり、えっ、ー、と、くもりの渡辺ゆきのさんですね、とコラボして作ったものです。で、あとこれ学校のこれも公募でですね、中学校さん、佐世保中学校さんですね、えっ、ー、と、辞書が大体このちっちゃいブックトラックに40冊は載ります。それで、中学1年生、2年生、3年生用ということで、カラー分けして使っているそうです。 あと、これは工学院の中高の有山先生のところですね、えー、と先生とコラボするんではなくて、図書委員さんとコラボすることによって、コミュニケーション、で、やっぱり持っていくとですね図書委員さん、すごい喜んでくれて、でここの学校さん、すごくて、ですねブランディングがちゃんとできてると、えー、単にゆるキャラを作って、喜んでるだけではなくて、それをですねいろんなものに、しおりとか、図書館中にこう使ってるという、えー、素晴らしい中高の図書館でした。 で、あとはですね、真面目に案件でですね、あの、農大さんですね、えー、っと、えー、茶色の色で、さすが農大ですね。えー、で、えー、ゆるキャラ、もう下にちっちゃくこう乗ってるんですけども、やっぱり土の色、茶色という形で、空間に合わせた、あの、色になっております。あと、これは、女村の、えー、文化情報センター、えご、ー、屋さんのところです。えど、ー、子たちがあの、この建物ができる前にですね、工事中の看板っていうか、あの、が、 ゲ,ゲートっていうんですか、あれ、えー、そこにですね、えー、イベントを開いて子どもたちにペンキ使って塗ってもらおうと、でそれをあの親さんの方がですね写真を撮って、えー、残しておいて、で新刊できるよに、木屋さん、これ、えーと、ブックトラックにできないっていうことで、ですねあの全部、えー、それを写真を画像化、画像,画像を線画にして、えー、印刷してカッティングシートに全部並べたということです。 これやっぱり地域、沖縄とかでもコミュニティがやっぱりあるんでそういう意味では自分の描いた絵がですね図書館のブックトラックに載ってるっていうのはやっぱり子どもたちにとってもすごい嬉しい感じでですねやっぱり図書館に連れてきて友達連れてこれ、俺描いたんだぜとかそういうような会話が生まれるようなブックトラックになっておりますであとは出版社とのコラボレーションですねニコニコ町会議に出て行って出版社とですねやっぱり初音ブックトラックっていうのを作ってみたいなと思う。 えー、僕の方でも思いまして一緒にコラボレーションして作りましたであとは漫画の,あの「夜明けの図書館」という、えー、と図書館員を、えー、題材にした、えー、漫画なんですけども、えー、これもですね出版社の方と、えー、やっててですねやっと第3巻目になったらブックトラックがあの漫画の <laughs> 表紙に入ったということでやっとあのこ,れでこういうことをやってて少しずつですつ、ね、な、えー、がりが、えー、広がっていくような形になっております で、もちろん、あの、図書館戦争。これもですね、あの、単にブックトラックを提供しただけなんですけれども、あの、えー、その中でやっぱり PV とかがこう流れてる時に、あの、会社の中でも、あの、自治を、 乗ってましたよと、岡田くんがブックトラックを触ってますとか、<laughs> そういうような話になって、だから何なんだって思うんですけど、ちょっとしたことがですね、えー、と、社内の中でも盛り上がってですね、それがお客さんのところに行ってと、えー、広がりがスパイラルにこう広がっていくっていう、非常に面白いなと思いました。 で、あとは、これは東北の支援でやっております。えっ、ー、と、東北の子どもたちを元気にしようということでですね、あの、絵を、えー、一緒に描こうよっ、つって、それを、えー、ブックトラックにくっつけて、それで最後、そこの、えー、公共図書館に寄贈するという形です、えー。写真集もつけて寄贈しました。本当は、あの、東北の方、僕も一緒に行ったんですけれども、やっぱり、あのー、まあ、 元気は元気なんですね。ただ何が一番あの元気になったのかなと思ったらその周りにいる大人たちが元気になったって、えー、これはあの非常に面白い活動だったと思っております、えー。社員の若い人たち、課長クラスも一緒にいてですね、子供たちと一緒に楽しみながら絵を描いた、描きました。で、あと、えー、次の展開としてはあの石川先生と三学共同で。 え作ったブッッククトラックですうちの社長もですね、借り出されて間に合わなくなっちゃったんで、えーと、マグネットとかもカットをしてもらったりとか、もう会社一丸で作ったブックトラックです。で、今年です、えっ、ー、と、さん共同によるブックトラック制作ということで、まだあの見せちゃいけないということで、一応、モザイクみたいな、えー、もキャラクターがあります。で、えー、まあちょっとも 事例だけだと良、えー、くないんだなと思ったんで、簡単に最後まとめさせていただきます。えっ、ー、と、ブックトラックの、えー、制作メリットとして、えー、以上の5つ。あと、もうちょっとあるんですけれども、とりあえず簡単にまとめました。で、僕がですね、この、えー、メリットのところで一番あの、感じたのはですね、えっ、ー、と、下から3つぐらいですね。えっ、ー、と、まず、コミュニケーションを生む仕掛け作りだよと。えっ、ー、と、本ももちろん、本と同じなんですね。本も、えー、人と人とを結ぶ。 ためのツールになるということで、ブックトラックもなるんではないかというようなことに気づきました。あと、企業同士のつながり、利益をもたらすことができる。これもちろんお互いの企業はですね、努力しないと利益なんで出ません。それなんで、ぜひ日本事務機さんですね、今後一緒に、これがコラボレーションという形でですね、どん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 広げていこうかと思っております。あの、うちの方は筐体も作れますんで、あの、そちらの方でですね、コラボレーションもできますんで、 なととっていいたただけたらなと思いますそれとあと、一番最後、石川先生が言っている移動図書館と同じように地域と図書館をつなぐことができると、えー、ここは本当、おっしゃる通りだなと思っております書店さんも入ってきたりあと、新座高校の宮崎君も入ってきたりと、えー、僕はもうあの逆に僕が行かなくてもつながっていくということであの木屋さんあれ見たよよかったよとかそういうような会話ができるということは非常に利益をもたらすんではないかと思ます。 で、今後の課題は4つ。えっ、ー、と、とりあえず石川先生の方から、ね、専用ケースを作ってくれると。えー、車に一人で乗っけるときに傷がつくということで作ろうかと思っています。あと、電磁ツールオプションの開発。えっ、ー、と、ここら辺はですね、あの、タブレットとかをつけてですね、管理システムと何か繋げたいなと思っておりますので、ぜひ協力をお願いします。で、あと、重量の軽減。これはやっぱりちょっと重たいんですね。あの、そういう意味ではもうちょっと軽く作ろうかと思っています。で、以上4つですね。 で、最後に、えっと、まあ、最終的にはですね、くまモンとこういうふうにね、一緒に写真を撮ることができると。なんでかって、結局ここはコミュニケーションがやって、で、ながっていくと、いろんな人とつながることができますよという話です。以上です。ご清聴ありがとうございました。では、あの、続いて、あの、十文字の学生の方から。 ええと、ブックトラックのあの紹介をしていただきます。ちょっとまスライドをご用意しますので、ちょっとお待ちください。 あのちなみにあの先ほどの最後のスライドで木原さんがくまモンと映っていたというのがありましたけど十文字のブックトラックもあのプラスちゃんの着ぐるみと雑木林の新座市の着ぐるみでえ一緒に映ったというのがありました、まあ、あのゆるキャラの,あのなんだろうブックトラックを作れば実際に着ぐるみがそこに来るという伝説、<laughs> 都市伝説ではなくて事実ですよね、なるといいと思うんですね。えーちょっと えーとちなみにあの私の好きな食べ物はだいあのカツカレー,えーですね、まあ、ビールも好きなんですけど、木原さんはチョコレートが好きだそうです。はい、ということちょっと意味深な今お話がありましたけれども、ちょっとマイクを学生に渡したいと思います。よろししくお願いしますでは、変わりまして、私たち学生から発表を始めさせていただきますね。はい 今回は私たちのため、このような機会をありがとうございます。はい、山岳共同大作戦といたしまして、私たち十文字学園女子大学図書館司書課程こと、図書館防衛軍から発表させていただきたいと思います。よろしくお願いします。 こちら今回発表の目次となります自己紹介、こちらは私たち女子大生ならではの女子あ自己紹介をさせていただきますので楽しみにしてください、えっと、次は制作に至るまで、十文字オリジナルブックトラック紹介 NJC オリジナルブックトラック紹介活用方法の提案得たこと学んだこと今,回の課題あ今後の課題ですね、失礼いたしました。 と最後に私たちから一言こちらの順で発表をさせていただきたいと思っておりますまずは自己紹介ですはい、生活情報学科三年から好きな食べ物は豆腐の植木美希さんです好きな食べ物はオクラの尾沼さとみさんです本日はよろしくお願いいたします 好きな食べ物はプリンの菅沼裕樹さんですよろしくお願いします人間発達心理学科3年から私好きな食べ物はアイスクリームの志村文香ですよろしくお願いします好きな食べ物はラザニアの野口萌恵さんです本日お願いします 以上のメンバーを中心に、先生のご指導のもと、先輩からのご協力のもと活動をしております。はい、次にブックてあ、ブックトラックを制作に至るまでです。と、私たちは2015年の5月頃、石川先生をきっかけに史書課程を履修しているということだけを、共通に実践として活動を開始しました。 三年生が中心のメンバーとなり、十文字学園女子大学図書館のオリジナルブックトラックを3台、日本事務機株式会社様オリジナルブックトラックを1台を月1回の活動を目安に作っております。はい日本えー 木原株式会社様、日本事務局株式会社様のご協力のもと、ブックトラックを制作いたしました。こちら、右上の写真は、初回のブックトラック制作の打ち合わせの時の様子になりまして、木原株式会社さんと日本事務局株式会社様が暑い中、新座の武蔵野線から新座駅徒歩7分のところにある女子大まで来てくださいまして、私たち初めて社会人の方との打ち合わせ。 本当に緊張しまして <laughs>、はい。初めてお会いした木原さんの勢いに完全に圧倒されておりました <laughs>、はい。こちら右下の写真は木原株式会社さんでの最終の打ち合わせになっております。色を一色決めるだけでも熱くぶつかり合い, <laughs>、はい。それがとてもいい思い出となっております。次にブックトラックの紹介に入ります。えー、こちら宇宙号の 紹介を植木美希さんお願いいたします。こすみません。好きな食べ物、豆腐が大好きな植木がご紹介させていただきますこ。こちらが宇宙号になります。宇宙号のコンセプトは新しい未来が詰まっているということです。 宇宙号の活用方法として宇宙地球の本を置くことや図書館で宇宙展をやる際には宇宙号のブックトラックを活用する方法を考えました宇宙号のポイントとしてこち,らこちらには UFO のデザインが入っていたりこっちにはなんか本と宇宙がコラボしたデザインになっています ありがとうございます。続いて、女子力号の野口さん、お願いいたします。はい、と、女子力号のコンセプトは、本を読んで、女子力を上げてほしい。 ということで外見だけではなく知識などを身につけることで内面から女子らしさを出してほしいなってことをコンセプトに作りましたで実物をよく見てもらうと分かるんですがパステルカラーになってますでストライプ柄を入れたり、えっと、本を置くとこにシャボン玉の柄を入れていますでえっと ここにガールズビーアンビサスっていうのを入れたんですけどそのクラーク博士のボーイズビーアンビサスから取ってこういった文字を入れています続いてチャック号の紹介お沼さんお願いしますチャック号のコンセプトは未来を開くチャック号です 利用者の未来を開くお手伝いとしてブックトラックに仕事、就活、住みの本などを置いて図書館を飛び出し校内や施設を移動することでさまざまな人に手軽に本を取ってもらいたいという願いを込めましたこちらがチャックのデザインになっていてこのチャックを開けるとこの空が広がっているというデザインになっていますでこちらの本を置くところもこの空色に なっていますでこちら側なんですけれども本はオープンお口はチャックということで裏面のチャックの柄とこちらのコメントをはいかけています <laughs>、はい、ありがとうございます続いて日本事務機株式会社様のオリジナルブックトラックの紹介になりますじゃあ日本事務機のオリジナルブックトラックの方は私プリンが大好きな菅沼が説明させてもらいます えと日本事務機株式会社様のオリジナルブックトラックなんですがコンセプトが和柄ということでなぜ和柄になったかというと世界に日本の図書館をアピールするためということとあともう一つ図書館員は女性が多いので女性受けが良さそうということで和柄に決まりましたなのでちょっと真っ赤っ赤な感じの台になっておりますえっ、ー、とこのブックトラックの デザインの特徴、4つのポイントというのがあります。まず一つ目の特徴なんですけど、金体質、諸庫、館内などのラベルを取り入れているところです。これは木原株式会社様で取り扱っているラベルなんですけど、えっと、なかなえっと、桜の中にちょっと金体質のラベルなどが入っております。で もう1つラベル関連なんですけどラベルを金体質などだけではなくオリジナルでネオシリウスと作ったところがちょっとポイントになっております割と下の方で見えづらいんですけど一応ネオシリウスって書いてあるラベルが1個だけ入っておりますで3つ目のポイントがさりげなく菊などの中に館内などのマークが入っているところです、えっと、反対側を見てもらうとよくわかると思うんですけど 少しだけ桜の中にまたラ、えっと、ベルがちょっと入っていたりしますで最後4つ目のポイントなんですけど、ね、え図書館と普通に漢字で書くのではなく記号にしたところがポイントになっておりますあまり普通の人にはちょっとわからない司書さんにしかわからないようなポイントなんですけどちょっとここら辺はこだわりがあって作らせてもらいました以上です はい、ここまでブックトラックの紹介をさせていただきましたが、とこれから活用方法の提案をさせていただきます。お沼さんお願いいたします。はいと、ブックトラックの活用方法につきまして、4つ提案させていただきます。1点目は図書館の入り口で展示するということです。と、この4つのブックトラックどれも明るい色合いで。はい、図書館の活気ある雰囲気づくりの。お手伝いができたらいいなと思っております。 と2点目がとこの、こちらのブックトラックを図書館内だけではなく図書館外でも使用してほしいということですと。こちらのブックトラック、小さくて軽くさまざまな場所へ移動しやすいので、と学校の中とかと老人ホームなどさまざまな人たちで使用していただきたいと思っております。と3点目がコミュニケーションのきっかけにしてほしいということです。 こちらのブックトラックを通じて図書館と利用者利用者と利用者同士の方のコミュニケーションのきっかけにしていただきたいです4点目が本以外にも図書館頼りやマスコットキャラクターを置いて図書館をアピールしてほしいということですブックトラックって聞くと本を置くイメージだけがあると思うんですけれどもそうではなくてその図書館に関することや利用者にとって利用者と図書館にとって はい、なんかいいものとか置いてほしいと思っております。以上です。ありがとうございます。えー、続いて得たこと学んだことをお願いします。ブックトラックの制作を通して学んだことの一つ目はコンセプトをしっかり考えることです。二つ目は。 誰ををターゲットにし色色は何色が合うかどうかかど考えることです三つ目はブックトラックの完成品を創造しどこで利用するかを考えてデザインすることが大切だとブックトラックの制作を通して学ぶことができました。 野口さんお願いします、はい、とと自分たちで一から作ることの大変さと楽しさとブックトラック制作を通じてたくさんの人に助けてもらいましたまた学科の枠を超えて人とのつながりを得ることができたと思いますと自分たちで一から作ることの大変さと楽しさではと今回私たちが デザインをしただけなのであくまでデザインだけではここまで形にはなりませんそれってその自分が知らないところでいろんな人に助けてもらってここまでできたなっていうのでその1番と2番はそう書かせていただきましたでまた楽しさより楽しさの方が勝ったので今回ああいう記号を使って示していますでまたその今回私たちが作った自主ゼミは学科の枠を超えています私と志村さんは心理学科なんですが心理学科 以外の人と接することって、なかなか大学内ではないので。今回、このつながりを得ることが一番でかかったなと思います。続いて、お沼さん、お願いします。はい、と、私が学んだことは三点あります。一点目は、ブックトラッカー、本を運ぶだけではない。ということです。図書館の雰囲気作りや、本の魅力をより引き立たせる。引き立たせられるということを。が学びました。二点目は。 図書館用品の発展は図書館の発展にもつながるということです。図書館を考えるときに利用者の目線で考えることが多かったんですけれども、今回ブックトラックを制作するにあたって、こちらのブックトラックで何ができるかということを考えたときに、その新しい図書館のあり方とかを知るきっかけになりました。3点目は、みんなの意見に刺激を受けたということです。一人では、 コンセプトが偏ってしまい,しま,いますがメンバーの意見を聞いてがが広がりましたありがとうございます続いて今後の課題を私好きな食べ物はアイスクリーム特にチョコレートミントが好きな志村が紹介させていただきますはい まず1点目、図書館ごとでの使い方を考えていただきたいということです。図書館の数だけ使用方法はたくさんありますので、個性的なデコレーションなどをして、いろんな展示を考えていただきたいと思っております。2点目が、ブックトラックは本を置いてこその意味があります。 確かにすすごく可愛いんですね <laughs> 作った私たちからも思うくらい本当に可愛くて展示しているだけでもいいと思うんですがブックトラックはやはり本を置いてこそのブックトラックなのでそれに合ったような雰囲気の本ですとか季節に合わせた本を置いてもらってそれで利用者さんが本,に本を見つけるということを手助けしていただきたいと思っております最後に私たちから一言です。 私たちは図書館がより素敵で面白い場になってほしいと思っております。このブックトラックがきっかけとなり、図書館がより身近でどあ、どんな方でも利用しやすいあ、利用したいと思える場になってほしいと思っております。ブックトラックで図書館業界を賑やかにして、図書館業界を盛り上げていってください。お願いいたします。以上で発表を終わりにします。ご清聴ありがとうございました。 はい。 ありがとうございました。えっ、ー、と、実は、あの、今日この会場に、えっ、ー、と、早くお越しになられた方ですね、前に動画を流れていたんですが、実は結構ネタバレの部分がありまして、私の話す内容とか、木原さんが話す内容とか、学生が話す内容が、あの、えー、流れていたかと思います。えっ、ー、と、あの映像の内容は、えっ、ー、と、ちょうどあの、日本事務機さんのこの赤い、えー、和柄のブックトラックがこう完成をしたときに、えっ、ー、と、あれですね、あの、役員の方ですね、日本事務機さんの 役員の方に、えー、と学生がこういうものを作りましたというですねプレゼンテーションをした時の映像ということになりますその時にあの木原さんもお越しいただきまして実際に物も,もお運びいただいてそこで実際のお披露目というような会をあの新宿の本社さんの方で、えー、とやらせていただいた映像になります、まあ、ちょっと重複していた内容もあったかと思うんですけどもありがとうございましたで最後にですねあの日本事務基地さんの武藤さんの方から、えー、と今回の 取り組みと,、えー、とあとは日本人ミキサーの社内の中での、えー、といろんな、えー、感想というんですか取り組みということについてお話しいただければと思います。 もう一点だけけなんですけども、えー、と先ほど赤い、えー、ブックトラック、この木原あの、日本事務機さんの日本事務機号をです、ね、ご紹介いただいた菅沼さんは赤と赤でこうちゃんと揃えてきたということで、それは本当にたまたま偶然ですかね。 あ、すいません。あの、実はあの、今回、あの、プレゼンテーションするときに、じゃあ、服装をみんな合わせてこようかっていうようなですね、青い服とかですね、赤い服とかっていうふうに合わせようと思ったんですが、ちょっとそこまでは、あの、なかなかね、難しかったというような、えー、オチも、えー、ございます。じゃあ、あの、武藤さん、えー、よろしくお願いします。 お待たせいたしましたそれではこの回の最後のパートになりますあの私ども日本事務機株式会社の方から発表をさせていただきたいと思いますの発表を担当させていただきますのはこの度のあのユーザーフォーラムの事務局をさせていただいておりまして会社の方では事業推進本部という部署に所属をしております武藤と申しますよろしくお願いいたしますまず やはりこのタイトルにもありますけれどもあの、なぜシステムベンダーがブックトラックを作ったのかということで、あの実はあの昨日から図書館総合展始まってまして、結構、ブースの中でも一番いい特等席のようなところにあのブックトラックを展示をさせていただいております。そううするとと私どもはやはやりシシスステムベンダーでネオシリウスというのをあの販売 運,営あの運用サポートしているんですけれどもあの日本人向きという会社名からあの初めてご覧になる方はあブックトラックの会社さんなのねっていう方でですねあの結構あの違和感なくブックトラックの会社さんなんだっていうことであの言われることも結構あったんですけれどもの私どもはあのもう IT の会社でして、まあ、創立はまあ90周年を昨年迎えた会社になるんですけれどもあの、まあ、このプロジェクトというのは あの理由はまあ大きくもう本当に一つですねあの大学図書館情報システムのネオシリウスそしてネオシリウスクラウドのブランディングということでこのブックトラックを作る形になりました。 まあその経緯としましてはもともとここにありますような、まあ、販売促進ですねいろいろな広告を打たせていただいたりとかあとは随時、まあ、プレスリリースであったりとかあのウェブの方に情報も発信をしていたりとかあの皆様もあの目に触れる機会もまあ、たピータピーあったかなとは思うんですけれども、まあ、今回、一番大きいのはもうよりこう自然な形でですねあのシステム名 図書館システムのネオシリウスというのを知っていただきたいというのとあとは会社名ですね日本事務機株式会社そして NJC ですねのこちらが目に触れるようにあのしていけたらいいなというのがありましたでそしてですね、まあ、目に触れるだけではなくて、まあ、そして露出がこうアップしていく中で、まあ、お客様とのいろいろなコミュニケーションの機会にあのしていけたらいいなというのが根底にございました それでですね、まあ、その中で、まあ、どういったことをキーワードに考えていったかといいますとまず1つはあの競合さんとの差別化ができるものでありたいなというのとあとはこう共同政策という形であの何かを生み出していきたいなというのがございました。それであのここのフォーラムに あのご来場いただいた皆様もこのネオシリスユーザーフォーラムは第1部の方は開かれた場になってますのでユーザー様以外のお客様たくさんいらしてくださっておりますがやはりこの3社のコラボ でですので結構十文字の石川先生のつながりのある方もたくさんいらっしゃってますしもちろん木原さんの名前をご存知ない方というのはもう図書館界ではいらっしゃらないかと思いますのでこういったところとですね私どもこうスペシャルなコラボができたというのは非常に大きな収穫だったなと思っております。 また2013年からあの産学連携ということで最初に石川先生の方から紹介いただきましたけれども、まあ、いろいろなあの授業での取り組み司書課程の方でもあの一緒に。 取りりませていただいたただとかネオシリウスクラウドを実際の授業で使っていただいたりとかそういったところもあってさらにここであのブックトラックということで本当に学生さんともあのすごく密,密にやらせていただけてこう結果的に3学連携の、ま、絆がこう深まったというのはあの非常に良かったなというふうに考えております。ままたおけけででで、まあ、プラスアルファとあるんですすれどもあの私どもも私の会社はですね 今まで図書館というのは特に会社内にはなかったんですけれども90周年を昨年迎えまして職場の改善プロジェクトというのがありましてそこで図書室図書館を作りたいというのが上位に上がっておりましてそれでこう作ろうという計画が浮上しましてそこでも であればこれを使いたいねということでもうこれもまあ社内からするとあこれからこれが使えるんだということでちょっと注目を浴びているブッッククトラックになっております、はい、であとはですね、まあ、実際の取り組みどんなことをしてきたかということで、まあ、先ほど流していたウェブプロモーションもそうなんですけれども実はあのウェブの方にちょっに公開をさせていただいております。 こんな感じでですねこちらはあの弊社のホームページにリンクがあるんですけれどもこうブログ風になってまして、まあ、最初がこの6月結構暑い中だったんですけれどもこの中でまあアイディア出しが行われまして、まあ、アイディア編ということですねで続いて7月に石川先生の研究室で打ち合わせが行われましたで同じく7月21日ここもですねまた 打ち合わせをまた重ねていただいてでいてよいよ8月になりましてこちらは木原さんの本社の方にお邪魔しましてあの色を選んだりとか熱い議論を交わしたのがこちらになりますね。はい、でこのオリジナルブックトラック作りというのがあの実はあのブックトラックのところに QR コードがついておりましてあのこのブックトラックが お手元に届いた方があのそこにアクセスするとちょうどこのブックトラック作りのこのページに行くようになっておりますのでこうもらった方があの何も知らない方でも、ま、このデザインを見るだけでもあすだなと思うんですけれどもこういうプロセスとかが分かるとああこういうのもらって嬉しいなっていう気持ちがきっとあの大きくなると思いますのでこういった形を取らせていただきました。 で動画の方もですね先ほど流してはいましたがご覧になってない方もいらっしゃると思いますのでちょっとダイエジストでちょっとだけ流したいと思います <laughs> こんな感じで、まあ、アイディア編ということで、まあ、最初の打ち合わせですね、まあ、元々は5月から… ブッッククトラック作りが始まっていて、まあ、そこで最初にデザインを持ち寄ったというのがこのアイデア編になっています、ね、<ー> <laughs> 懐かしい。でこの打ち合わせの時に初めて、まあ、よ予算といいますか <laughs> 4台作れるということが決まって非常にこう盛り上がった、うん、打ち合わせになっていますね。 続いて、まあ、この第二回のところが木原様の本社の方で、打ち合わせをさせていただいています。で、ちょうどこう図面とかをですね、みんなで持って、ね。<laughs> <さ> <laughs> こうやって、まあ、木原さんにも、こう、ご助言をいただきながらですね、こう、より良いものにするというところで。結構ですね、こう、色を選んだりとか。 非常にこうたくさんの色見本がある中で、こうどの組み合わせがいいかというのをこう一生懸命こう選んで作ったのがこの4台になっております。こ,<れ>この色合わせをする段階で、もうこう4台が並んだ時の色合わせっていうのもこう考えて、もうここで選んでおりました。 発表でこれ、さっき流れているちょっとネタバレ的なところなんですけれども、まこれが弊社の方にお越しいただいて発表をいただいたものになっております。のますまあ、この時が、本当に初めて学生さんも、このブックトラックとの対面ということで、ですねこれがもう終わった後に結構ですね、こう記念撮影を、十文字の <laughs> ポーズとかですね。 こんな感じで楽しみながら学生さんとも一緒にこうできたプロジェクトになっております。で続いてですねこのあとそうです、ね、弊社のこう社員の反応というところもちょっとあのご紹介したいと思います。 先ほどのこの一番上のところは後日、あの先ほどの,の QR コードのサイトにアップするんですけれどもこう2つ目の感想メッセージ撮影ということで先ほどの動画はあのちゃんとしたカメラマンで撮ってもらったんですけれどもこの感想メッセージ動画はあの私の方がこうがカメラ、iPhone を持ってですねこう突撃インタビューというような形であのやって きましたのでちょっとクオリティ的にはあの落ちてしまうかと思うんですけれどもちょっとの楽しんで見て頂ければと思いますも<う>こちらが未来の NJC ライブラリーを担当する予定のです、ね、総務の部門の方でブックトラックを初めて触ったという形です軽いのが 軽さに驚いていましたいいこの方も同じく利用する予定ものほんとにあの撮影というよりもずっと持ち歩いいいてすごい喜んでいましたしい、ね、ずっと、まあ、こういった色もですね、まあ、元気になる色あと、まあ、身長にもぴったりだということで非常に気に入ってましたこれあの エレベータータホールで撮影してたので、ですねちょっと近くに来たにすごい素敵だというふうに、あとこちらは受付ですね、こちらも通りすがりの社員その2です押してみたいということです。一言花が咲いていてると 写真でいいねという感じこれあの日本を意識しているということでこの、まあ、の部のメンバーで、ね、柄が桜と八重桜とまるで営業しているかのように非常にこう説明をしているその聞くがすごくいいと思いましたあとここの周りをき傷つけないなやはり木原さんならではの<良>周りを傷つけないところとかですね。こういったところがあの非常に気に入ったようです あの弊社の代表取締役社長の田中の方にもちょっとインタビューをしてみました。

図書館防衛軍という名前が気に入ったというコメントがございいす。プロセスを説明してくれたんですけどもこのプロセスがですねまさにわれわれがやっているマーケティングのステップをちゃんと踏んでるなと得意技得意分野を持ちたいという意味ではそれぞれの分野に図書館であれば図書館命という軍団を配備してそのマーケットについていろいろとアイデアを絞ったり攻めていくと。 いうアプローチをしてますこの先も、えー、もっと伸ばしていきたいなと R&D ディビジョンというのを社内に設置して人工知能とか、まあ、いろんなものを研究して、えー、何かしら形にしてお客様にお見せして、はい、直感で言えば学生さんが本をこれを借りたいと決めて借、えー、りに行く前のプロセスこういったところを IT でつけるという方法が何かないかなと。 ということを研究しています90周年というのを機にですね、社内の職場環境の改善プロジェクトというのをオープンしているんですけども、社内ライブラリーというのを考えています、うちは事業所が40箇所ぐらいあるんで、ですね誰もがですね平等に、公平にベネフィットを得られると、お客様っていうのは大体起業して成功された社長さんというのが多いんでですね。 キャブラだとか漁協だとかね、いろんな本を書かれてるいででね。こういうの私いっぱいもらうんだけども、これを私だけで読んでいってもったいないなというのが、昔らライブラリーを仮想的に作って、で誰でも借りられるというシステムに、ネオシリエンスが使えないかなとも今、検討してもらっています。社員みんながどこに働いてても、同じベネフィットが得られるようなサービスとしての社内ライブラリーを考えて こちらがあの社長の田中からのメッセージ、動画でございましたあとですね、この社員の反応ということで、皆様の後方にです、ね、ホワイトモードがあるんですけれども。 あの日本事務機にブックトラックがやってきたということであのメッセージをいろいろ書いてもらいましたのでぜひお帰りの際にでもちょっと眺めていただけたらなと思っておりますそして最後にですね 一番最初に、あの、岡山の方からも発表がございましたけれども、あの、新規のご契約のユーザー様の特典として、あの、オリジナルブックトラックを新定をさせていただきたいと考えております。あと、あの、先ほど出てた、あの、社長の方からも、こう長く使っていただいているお客様に、こう、利益というか、こう、 ご提供できるものがあるようにということで、ネオシリユスを更新してくださったユーザー様にももちろん進呈させていただくという形にしております。はい。私の方からの発表は以上となります。ご清聴ありがとうございました。しありがとうございました。えっ、ー、と、私の方からちょっとだけです、ね。あの。 ご質問の時間も皆さん作りたいと思うんですけども、ちょっとだけ補足をさせていただければと思うんですが、ブックトラック作りのプロセス、スケジュールなんですけども、大体5月下旬ぐらいからスタートをして、納品が大体9月下旬から10月上旬ぐらい。 で最初の時にはやっぱりあのプロセスがまあうまくいかなかったりとか、あの釣り方も私もよくわからなかったので、やっぱり5月下旬から始まって10月の中旬ぐらいの、えー、ぐらいまでかかりました。で、今年度は あのー、まあ、これ、ビデオに撮られてるから、うまいこと言えないんですが、予算がなかなか <laughs>、難しくて、十分に関係者の中にもいるんで、なかなか言えないんです予算があれですよね、えー、ということなので、えー、と、まあ、5月の下旬から6月ぐらいに始めて、えー、なんとか9月の下旬までに作ろうと思ったんですが、あのー、9月の下旬にちょっと、ま、学内の講演会があったので、そこで公開したいというのもあったんですけども、ちょっとそこまで追いつかずに10月の上旬まで、やはりかかってしまったというような、えー、と、形になります。 でもう一点ですね、あそう、ブックトラックはあの免許がなくても運転できる、えー、ブックトラックですので、こうしていけば OK ということですね、でもう一つ、ブックトラックでの名称なんですけども、えっ、ー、と大や、大岡山の方ですね、あの、あのブックトラックという古書店をやっている方もいます、移動式の古本屋さんですで、その方はブックトラックというふうに名称を作って、フェイスブックでもですね、こう公開を、えー、として、私もあの見学にも伺って、インタビューをしたりしたんですが、もともとセレクトショップ、あの 本,本屋なんですね。えー、セレクショップの書店さんとかをやられて退職して、で、今、移動式の本屋さんをえやって、各種イベントにこう出店しているというようなえと方が、えっと、います。 まあそういうい名称についてもいろいろ今後考えていかなくちゃいけないというのがこうあるのかなということとで最後にあの武藤さんの方からもこうお話をいただいたんですけどもまあブックトラックをこう作ってで私のこおのの話の中でですねまあ移動していくこの思いが移動していくということがあったと思うんですがまあエンパワーメントというのが一つキーワードであってですねまああのこの思いが移動していくでえと今回作ったこのプロセスですね日本事務機んとか木原さんとか学生の皆さんのこの思いが日本事務機んの社内にこう移動して で社内の、えー、といろんな方にこう元気を与えていくで、元気が移動して移っていくというようなことにつながっていったんじゃないかなと思います。私はもともと前職、まあ、経営企画の方に、えー、数年だけこういたので、やっぱりその職場の風土であったりとか、えー、社員の皆さんがこう元気になって、えー、そこからさらにこういろんなアイデアが出てくるとか、発想が出てくるとか、えー、そういうところにつながっていくというのが、事務副さんの中でのブックトラックというようなこう位置づけになったのかなというふうにですね、えー、と思っています。 なってまいりましいたので、ておりますの、ね、で、えー、何名かの方から質問を受けたいというふうに思います、ちゃんと的確に答えられるかどうか <laughs>、心配ではあるんですけれども、えー、っともしあのご質問されたい方は、挙手をいただけますでしょうか。一応、あのー どうしようかなご所属と名前と質問されるあの方のあ、はいえー、名前をおっしゃってください筑波大学大学院の石橋豊之と申します、えっとまあ。質問というか確認ぐらいなんですけれども、最初に石川先生がその、移動図書館が増えている段階で貸し出しが減少したという話をしてたんですけれども、あの貸し出しの減少というのは、あくまで移動図書館の貸し出しで大丈夫ですか、はいわかりました、ありがとうございます。ももう一つなんですけれどもその 今回の、ね、メンバーの中で出て,てこなかったと思うんですけれども、いわゆる図書館側というのが、こういったことに対してどなんか関わっているのか、また、図書館員の人たちの反応というのはどうなんでしょうかということが質問です。<laughs> 十文字のの図書館の よくですね。はい、あの多大なる、えー、お力を <laughs> いただいています。私が目立っちゃってるんですけど、えー、図書館の皆さんにはですね、いろんなこう手配とかですね、事務的なこととかですね、まあ,あとはあの新座市立さんにこう持って行ったりとか、新座高校さんに持って行ったりとか、するいとこにも手伝っていただいたりとか、まあ,あとスケジュール管理をしていただいたりとか、まあ、私一人でやっているわけではなくて、まあ、図書館の方とも協力をしています。であの新座市にこう持って行くときにですね、あのこれではなくて昨年作ったものを持って 行った時にやっぱりそこの入り口でこうブックトラックを入っていくとカウンターの女性の図書館員の方から悲鳴が上がりまして <laughs> こんなにかわいいんですかみたいなですねこう悲鳴が上がった時にですねあ、にこういう思いっていうのは伝わるんだみたいなことがこうまあ実感ができたりとかですねえなのでまあ今後はその地域の,その図書館員の方のこのアイデアとかそういうところもちょっとこう念頭に置いて作っていければなと思っていいまます、はいはい、分かりりしたありがとうございます。<laughs> ほかあ他にどなたかいらっしゃいますでしょうかあはいいお願いします本日は貴重なお話をありがとうございました埼玉県男女共同参画推進センター情報ライブラリー担当、河房と申します。 あの石川先生と学生さんたちには私共のあの情報ライブラリーで6月の男女共同参画推進月間の時にあの図書を選んでいただいて展示をしていただきました。その時昨年バージョンのブックトラックも持ち込んでいただいて、えー、すごくアイキャッチに役にたって でえー、いろんな利用者さん普段は、えー、私どものライブラリー固いイメージがあるらしくて入ってきていただけないようなあの利用者さんも、えー、入ってきていただきで私どもであの行いましたセミナー関連の図書が、えー、大変よく貸し出しを伸ばしましたでそれはひとえに十文字学園の皆さんがアイキャッチ効果のある展示をしてくださったこととブックトラックのおかげだというふうに思っています。で私の方の方質問なんですがというか確認な んですが、えー、そちらのブックトラックは十文字学園さんの予算で作られたブックトラックということでしょうか？はい。で、もしそうだとしたら、えー、大学さんは、えー、やはりどういった効果をあの狙って、そういうあのプロジェクトに賛同されていらっしゃるかという。あの、私どもの方でもますます。十文字学園さんとコラボして何かやりたいなという気持ちがあるので、参考までに伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。はい ありがとうございます。その説はお世話になりました。えー、っと、お金、リアルな話になってきますけど、<laughs> えっと、費用はですね、あの、十文字の費用でやってます。で、あの、日本事務機さんのこの赤いブックトラックは、えー、っと、日本事務機さんからお金を、えー、木原さんの方に、 お支払いされているということです。で、今回、まあ、あの、十文字の学生のアイデアを入れて、あの、赤いこのブックトラックを作ったっこところ。私は特にお金も何も、あの、もらってません。あの、ただアイデアだけを、あの、学生と一緒にプロセスを加わったということで。この、他の3台のブックトラック、十文字号については、十文字がお金を払って。1台は、日本、日本人向きさんがお金を払ったというような、ことになっています。で、あとは、その、目的なんですが、まあ、先ほど、私の方が、ちょっとですね、こう、お話をさせていただいた内容なんですが、やっぱり一番。 大きいのは教育目的ということが一番大きいことだと思います、まあ、その教育の中でアウトカムずっとこうお話をさせていただいたんですけどもやっぱりその正規の授業の中ではなくて、えー、木原さんもそうですし武藤さんもそうなんですけども、まあ、正規のその業務ではなくてですねそこから外れてその主体的にこう何かつながりを作った中から、えー、学生その中に学生が加わることによって、えー、学生もです、ね、こう主体性をこう持っている。 とといいううよななななことになるんじゃないのかな、まあ、教育目的と、もう一つはの地域とのつながりを持っていけるということですね、先ほど申し上げたんですが、まあ、飲み会で何か地域の図書館員とつながっていくのは、当然それはまあ簡単にはできるんですけど、そうではなくて、やっぱりその、えー、現場同士がつながっていくというようなこう観点が重要なんじゃないかな、仕事とか業務、現場がつながっていくという観点ですね、そうなったときに、まあ、このブックトラックが起点となって、その地域の関心を超えた図書館員とか、もっと言うと,、えー、と利用者をつないでいくと。 いうこともできるんじゃないのかなと思っています。えー、ということで、あのー、まあ、総合店のフォーラムの、あの、ブースの中にですね、あの、図書館ネットワーク i n ニーザというのが、えっ、ー、と、ございまして、そこではニーザ市内の中の監修を超えた図書館のつながりと、えっ、ー、と、利用者同士のつながりを、ちょっとだけこう、実践したブースがありますのであ、宣伝になりますけど、皆さんお立ち寄りいただければと思います。まあ、もちろん日本事務機さんのブースもですね、ぜひですね、こう、お立ち寄りいただければというふうにですね、ええー、と、思っています。 はいでえー、とちょうどこのフォーラムは半までということですね。ということで武藤さんの方にマイクをお渡ししてよろしいでしょうかはいすいません本日はこのネオシリウスユーザーフォーラム2015第1部にご参加いただきまして誠にありがとうございました少しだけあの事務連絡をさせていただきます。 この後、第二部に、あの、ご参加を予定されている方は。あの、第二部の時に、また資料をお渡ししますので、改めて受付の方にお越しいただければと思っております。また、この後、あの、一時間、あの、休憩の時間で、この会場あるんですけれども。のレイアウトを変更しますので、この後、あの、お荷物の方は一度。お出しいただければと思っております。後、後方にですね、あの、黒い。 文し何もも書かれていないなのがありますあの。今回アンケートという形は取らないんですけれどももしあのお時間ある方よろしければですね、あの簡単で構いませんのであの何か感想ですとかお寄せいただければあのまたそれも貼り出してですね、次のネオシリスユーザーフォーラム第2部のお客様にもあのお見せしたいなと思っていますのでもしお時間のある方はご協力お願いいたします。 皆さん一言だけでもぜひあのお書きいただければと思います。単語一文字でも、えー、いいので一,も一言だけぜひお書きいただければと思います。はい、はい、では以上となります。本日はどうもありがとうございました。